よく作品で関わらせていただく中でこういうのあったらいいなっていうのがなんかざっくりなんですけど、あのブーンってあの魔法陣みたいなの出るじゃないですか、手とか、はい、あれ出したいなっていつも思います。魔法陣を出した後の結果じゃなくて魔法陣側にフィーチャーされてるんで、なんか守りたいですね、誰かを。防御型というか、そうです、なんかピンチになった時にあれをブーンって出して技がパパパパって跳ね返る盾役だった。しかもそのかっこいい、もうだからもう主人公が限界の時ですよ。はい、そうです、そうです、もうダメだ、向こうからそのもう連続エネルギーだけ、はい、うわーって飛んでくる中でかっこいい、あの文超かっこいい、ね、あの文だ、あの文がやってみたい。あれでもあれですよね、武器一応だからトークテーマ的にはこの、うん、使いたい武器で、これだからもう本当に栄翔もなしに盾くらいまでだったら出せるタイプの高度な魔術師ですよ。バリアが張れる、そうそう、そのぐらいの防御魔法ぐらいだったらもう眠っていてでもできるわ、うんうん、いいですね、中盤から出てくる強めのキャラ、それめっちゃいいですよね。なんかこう、はい、一見めちゃくちゃぼーっとしてると見せかけて、うんうんうん、後ろから切りかけられても出てるみたいな、出てる、出てる、出てる、常に盾は出てるみたいな、そう、めちゃくちゃ余裕の顔してて切りかかったやつめっちゃびっくりしてる、何みたいな感じで、ね、こいつならやれそうだぜブンって、ブンっていうのはもうあの背中の筋肉がバキバキみたいな動きしてる、そう、背中から来られてるのになんか出ちゃうみたいなあれが、あ、どっちがいいですか、そのぼーっとしてるのはキャラで本当は常に意識を張り巡らせてるタイプと、はい、本当に無意識に全身がボー、俺だからその子供の頃からそういう風に育てられてるから無意識に全身がもう盾が出ちゃう、盾が出ちゃう、盾が出ちゃう、何その変なやつ、盾が出ちゃう子供の頃からいろんなその視覚に襲われ続けてきたから、はい、寝てる間でも盾が出ちゃう、ここで会ったがみたいな感じで夜中に来るけどブンってなる。今のところ桑原さん側に何の意識もない、そうですね、ブンが出ちゃう勝手に。桑原さんのモチベとかは何なの、何だろう、でも、ナチュラル天然側の方がいいのか、実は全部分かってて戦ってるタイプ、でも出したいっていう気持ちもあるんですよ、自分でも今後ろから切りかかられた時の文もかっこいいなって思ったんで、どっちもやりたい、でなんかその文が出ちゃうから好きな人文が出ちゃう文が出ちゃうんですよね、で触ってもらえない悲しさみたいな、あ、それいい、これいい、何が、めちゃくちゃいい、盾で遠ざけてしまう、抱きしめることができない、そんなに調整できないよ敵意ゼロでこうしても文が出ちゃって、向こうはこうなってる、あーってなっちゃう、文ごとそれでも何度も向かってきてくれる、そうです、そうです、ドキお話できそう、盾が出ちゃうのだ、うん私盾が出ちゃうのだ、出ちゃう、それでもいいだそうなんですよ、どうですか大木さんは、武器な、うん、なんかその現代社会 の、はい、その2022年、うんうん、36歳の子男は、はい、自分から離れたものを求めるのであれば、はい、できるだけでかくて重い武器がいい、おー、こういう剣ですか、あー、いや、ザンバ刀の、ザンバ刀の世代だよね、これね、クラウド、ガッツ、青木優馬だよね、あとあれですよね、初期の佐野助ね、あー、そうそうそう、最初期だけ持ってて途中からなくなるやつザンザと呼ばれていた、そうそうそう、最初期の佐野助、途中からもう拳だから、そうそう、拳、ザンバ刀もいいけど、なんかでもちょっと剣はかっこよすぎるなと思う、もう鉄球みたいな、鉄球、モーニングスター棒の先に鎖がついてて、その先にトゲトゲの鉄球がついてる、あれですよね、あのドラクエの攻略本で絵を見て、そうそう、これかってあるやつね、モーニングスターどういう感じなんだよみたいな、あれは欲しい、そうそうそう、そうなんだそれを別にあの今の俺の状態で持ちたいかっていうか、うん、本当に異世界の俺はもうトロールみたいなってでっかくでっかいやつ、本当に、はい、おでがみんなを守るか泣けますよこいつの頑張るかい桑原さん、そうですね、桑原さんが盾が使えるにもかかわらず、はい、別の町で別の任務に当たってて、はい、その瞬間町のみんなが危険にさらされて、はい、あの戦うしか能のない俺が守る側に回るんです、うん、初めて無駄のみんな、ゆきちゃんが帰ってくるまでおでがすごい燃えてるんですよね、後ろで、そうそう、最後の一撃を俺が襲う、俺を襲うってタイミングでブンゆきちゃん来た
よかったな今最高の文でしたね。ここやってなりました。ここや